どうも、ハイチです。非常事態宣言が、ね、出されましたが、その宣言が出てない範囲の小中学校の8割以上が、学校が再開したということになっているそうなんですけれども、まあ、それでも休校措置が伸びている地域で、学校の先生がですね、生徒のために授業動画を撮って、まあ、YouTube で限定公開をして生徒に見せるみたいな取り組みをされているところもあるんですね。でそういった先生から、その映像授業を撮る時のポイントって何かありますかっていう質問をね、数件いただいておりまして、まあ、今回ね、その辺にちょっと生意気ながら少しね、話していこうと思います。まずポイント一つ目が時間です。でこれはですね、上からのお達しで、例えば小学校なら45分、中学校だったら50分授業で普段やってて、普段と同じ授業時間で作れよと言われた場合は、もう現場の先生は抗うことが難しいので、その上の先生がさ、ちょっと考えて直してくれよってやるしかないんですけれども、例えば45分授業とした時に、じゃあ10時間10個ね、授業10個まで一つの章が終わるとします。だから 45×10 なんで、まあ、450分かかるわけですよね。で、まあ、今回映像授業の場合は生徒とのやり取りとか、その作業をやってる時間、解いてる時間とかカットできるので、じゃあ、まあ、6割に減ったとしましょう。450分の6割、270分で、授業が終わるとします。さあ皆さん、映像授業どう作りますかってなった時に、まあ、45分で普段やってるから、まあ、270を45で割ったら6ですよね。じゃあ6個その授業動画を作って、45分のをね作って、で OK にしようって考える方が結構いらっしゃるんですが、これは絶対にやめた方がいいです。一つ想像していただきたいんですけど、皆さんがもし何かを勉強しなきゃいけないってなった時に映像授業を配布されるとします。もちろん意識が高ければ、それを習得したい、何としてもそれを知識を得たいっていうモチベーションがある方だったら、45分だろうが90分だろうが真剣に見ます。きっと何度も繰り返してみます。しかもでも皆さん、そのね、ご自身の目の前にいた生徒さん想像してください。みんながみんなそうじゃないですよね。しかも学校の授業っていうのは、その場所の制約、その力って強くてですね、塾とかもそうですけど、その場にいるから頑張れる、集中できるっていう力ってものすごい高いんですね。でも家なんです、サボれるんです、自分の部屋だから。なのでその長い授業をやった時に、皆さんが、まあ自分もそうですけど、思ってる以上に子どもたちは集中できません。映像授業で見ることができないんです。だから自分の授業もそうなんですけど、基本的に人間が集中しやすいと言われている15分以内に収める、いろんなこと伝えたいんですよ。一つの動画の中でこことこことここ3つのポイントやった方が絶対組み立てとしてはいいっていうところもあるんですけど、でも3つポイントがあるなら切ります。一つのポイントで1個の動画、次のポイントでこの動画、3つ目のポイントで動画で分けるんです。でそれをなんとかリンク、記憶の中でリンクするように、2つ目の授業の時に前の授業の話をちょっと持ち出してきて、さっきの授業内容をしっかり思い出せるタイミングを作るとか、そういった工夫をしながらやっていく方が絶対にいいです。あとは編集を入れるとかもあると思うんですけど、例えば取り切り、編集を入れずに取り切りでアップするんであれば、45分は辛いです。きっと思った以上にですね、カメラの前で授業するってこうやりにくいんですよ、慣れるまで。それを45分やり続けるっていうのはですね、疲労が半端ないです、きっと。なので先生のため、先生のためって言い方はちょっとおこがましいですけど、短い時間で区切った方が先生のためにも生徒のためにも良くなると思うので、まあ、最初にも言ったようにね、上のお達しがあった場合はもうお前だよってなるんですけど、もしね、授業時間を皆さんがコントロールできるようでしたら、できればもっと15分以内、まあ、小学校であるとかであればもっと短く10分以内とかで組み立てた方がいいと思います。ポイント2つ目がですね、これはまあ特に小学校の、小学生向けの授業をする時のイメージなんですけど、撮影、その画面に映る先生が1人よりは2人の方がいいかと思います。もしくは授業は1人でやってるんですけど、カメラマンで1人、スタッフとか先生がついてもらって、ここの、つまりカメラの向こうと映ってる人間がやり取りをするみたいな、だから1人の一方的な会話ではなくて、やり取りとかが入ってくる方が子どもたちにとってはかなり見やすい動画になると思ってます。まあこれはですね、自分も普段やってるわけではないので、まあ、想像でしかないです、正直ですけど、今の子どもたちのリアクションとか見た時に、もし自分ができるんであれば、こう、まあ、2人が映る、まあ、さっきも言ったようにカメラマンとのやり取りかもしれないですけど、ここでちょっと質疑応答、授業をしてるんだけど、わざとカメラマンの先生に疑問を振ってもらう、子どもたちがつまずきそうな疑問を振ってもらうみたいな、でここでやり取りすることで子どもたちがなんでだろうって思ったことを聞いてもらって答えてくれたら解決できますよね。
これが動画の中に一箇所でもあるだけでもかなりスッキリします。子どもたちにとっては、あ、見てよかったな、それがポイントって分かりますし、記憶にも残るので、それに普段の授業と全然違うっていう、普段の授業先生とのやり取りなんてないじゃないですか。でも先生がちょっと楽しそうにやり取りしながら笑いながら授業をするっていうのも映像授業だからこそありだと思います。皆さんが先生が取ってる授業はパックにして、この授業を10本分パックで1万円で販売ってするわけじゃないですよね。売るためにやるわけじゃないです。自分たちの子供たち、生徒のために取ってる。それであれば、それがね、さっきも同じです。そんな授業許されないからって言われてしまったらそこまでなんですけど、もし皆さんが先生がね、ご自身で自由に作れるんであれば、ぜひそのやり取り、普段の授業ではできない形の授業っていうのも子どもたちに見せてあげるとかなり新鮮ですし、子どもたちも長い時間集中できるようになると思います。そして最後、3点目が撮影の環境です。さっきはですね、そのカメラマンの先生のやり取りなんて話をしたんですが、撮影は一人でやらない方がいいです。例えば皆さん多分黒板ですよね、ホワイトボードかもしれないですけど、後ろにこう黒板がある状態で、一人でカメラを押して置いて、こうピッて再生をして、こうやってよし、どうしようかなって、よろしくお願いしますみたいな感じで始めるとですね、おそらく多くの先生がこうカメラのこうね、レンズがあると思うんですけど、レンズの横にこうカメラがこうどう映ってるかって、フィルターじゃねえや、モニターがありますよね。でそこにばっかり目行くんですよ。だから目の視線が合わないんです、子供たちと。ずっと横にずれてるみたいななってしまいます。あとは大丈夫かなって、こっちの授業に集中したいのにこっちが気になっちゃうので集中できないんですよ。で集中できないとこうなんかちぐはぐな感じ、その空気感が出てしまうんですね。授業の時は例えばそこで生徒ちょっと指名してわーってなったりはできるんですけど、ごまかせないんですよ、カメラの撮影の時って。なのでもうカメラに関しては他の方に任せる、ちょっとカメラワークもよろしくねと。で自分は自分の授業のためにも 全部を注げるような環境にしておかないとですね、かなり中途半端になります。で、最初の話とちょっとつながるんですけど、今の子供たちですね、本当に YouTube に慣れてるので目が肥えてます。めちゃくちゃ目が肥えてる。だから本当は耳も肥えてるので、耳も慣れているので、本当は機材とかね、画質の良さとか、音声の良さとか、ピンマイク使った方がいいとかもあるんですけど、でも画質とか、その音声とか、まだ置いといて大丈夫だと思います。そこに関しては。ただ、自分が知ってる先生が楽しそうに、生き生きと授業をしている様子っていうのは、絶対に感じ取られてしまうので、そのメンバーというか、カメラマンというか、それはちゃんとも任せてしまう。自分、その演じてるじゃないや。授業してる授業者の先生は自分の授業に全力で注げれるっていう環境で撮影した方がいいと思います。ということでですね、ちょっと駆け足で3点話させてもらいました。もちろんね、細かいことを言い出したらもっといっぱいあります。いろんなこだわりがあるんですけど、ひとまずもし自分が先生をやっていて突然やらなきゃいけないとなった時には、この3点まず押さえてもらってやってもらうだけでもかなり子どもたちにとっては有益なものになっていくと思いますので、よかったら参考にしていただけたらと思います。